広島平和記念資料館でも説明に用いられている松下美人撮影の写真。階段であることを伝えるため同行した記者の足と一緒に写しているオーストラリア戦争記念館所蔵の複製写真より。人影の石は広島平和記念資料館にある展示物。広島市への原子爆弾投下で被爆した際に住友銀行広島支店の入り口前で座っていた。 人の影の跡とされている。死の人影とも。人影の石は、平和資料館の説明によると、銀行の開店前に、石段に座っていた人が被爆し、その際に、原爆の熱線がその周りの石段の表面を白く、焼いて、人の影の部分が残った、と考えられている。しかし2000年に、奈良国立文化財研究所、埋蔵文化財センターによって行われた調査で、 影の部分は付着物によって黒くなっていることが判明している。戦後長らく原爆名所とされ銀行側もその保護に尽力してきたが、1971年の銀行の建て替えに伴い影の部分が切り取られ平和資料館に寄贈された。切り取られた石の大きさは、 資料館に移築された時点で水平部分の面積約3.3平方メートル、垂直高さ約2メートル。資料館に移されるまでの間に風化等で薄くなっていた石段の人影が収蔵展示後もさらに薄くなったため、1975年4月、同館が復元方法を研究。1991年には本格的な保存方法の検討が始まったと、 報道されている。現状では、展示に際し、ガラスで囲っている。なお石段に座っていたとされている人物は、原爆の先行をまともに受けてその場で即死したか、その場に倒れ逃げられないまま亡くなったと推定されており、被爆直前にその人物が、銀行前に座っていたのを目撃したもの、その人物の遺体を収容したと証言する、元兵士もいるが、特定はされていない。 2016年現在での平和資料館の説明では、自分の家族ではないかという申し出が、複数の家族から寄せられていますと記載されている。一時期、落合光野という被爆時42歳の女性の名が、平和資料館の説明に記載されていたため、彼女であると断定する資料も存在している。被爆後の住木広島支店、入り口前に立つ人物の付近に、死の人影があった。 広島商工会議所から東方向を撮影。写真中央右の白っぽい建物が芸備銀行本店。その右隣が住み銀広島支店。1945年11月20日米軍撮影。人影の石はもともと爆心地から260メートルに位置した。 住友銀行広島支店の玄関前の石段である。同地は現在中区上谷町一丁目三井住友銀行広島支店である。建物は1928年に建てられたもので、設計は住友工作部の竹越建造、志向は大林組。鉄筋コンクリート造り地上4階地下1階、3階まで吹き抜けで、1階が営業、応接と金庫室。 4階が会議室と食堂を及び鎮室、地階がボイラー室。その前年に作られたゲイビ銀行本店の南にほぼ同規模の大きさで作られ、全体的にロマネスク様式で正面の繰り方の大きなアーチが特徴的な銀行であった。1945年8月6日、被爆、全階は免れたものの外観を残して内部は破壊された。 幸いにも金庫室は全く被害がなく、現金、通帳等は残っていた。銀行内にあった書類が爆風によって沼田町ともにまで飛んでいたという。住金が公表した被爆当時の従業員数は、広島支店及び東松原支店の合計数で約58人。当日も普段通りの営業で、被爆時点では開店前で、 従業員の大半は通勤途中のことであった。原爆による人的被害は同じく合計数で、即死者29人、負傷者約40人、行方不明者0。広島市店内で被爆した従業員には避難したが、放射能の影響で数日後に亡くなった者、また生き残り定年まで住み銀で勤めた者もいる。その立地から被爆後に通行者が店内に避難しており、 部会者の死体が相当数収容されていたという。戦後銀行業務を再開したところ、広島支店の入り口の影は原爆の影響が如実に現れている原爆名所として、広島市公認のいわゆる観光名所となった。当時は死の人影と呼ばれた。証言によると、当時原爆ドームに次いで有名な名所であったという。住金側もその保護に尽力しており、 まず1959年には柵を設け、1967年には劣化防止として強化ガラスで覆う処理をしている。1971年、広島支店は建て替えることになり影部分が切り取られ、平和資料館に寄贈された。資料館のボランティアによると、修学旅行などで広島を訪れた子供から爆心地で直接先行を浴びた人は、 一瞬で蒸発して消えてしまったと信じているという、声を聞くことがあるという。1971年間の広島市公式、広島原爆戦祭史にも似たような表現が記載されている。爆心地から半径500メートル以内の地域はほとんど、蒸発的促進に近く死体も骨片もあまり、見当たらないほど焼き尽くされており、すべてのものは原型をどどめず破壊されて、 白い灰に埋まっていた。広島市、広島原爆戦災死第2巻人影の石に関しても、人影の石の前にいた人は一瞬で蒸発して、消えてしまったといった形で、同様の言及がなされることがあるという。しかしこの人体蒸発説は医学的に否定されている。原爆によって、爆心地付近の地表面温度は3000から4000度に達したと推定されているが、 この高温、熱線により人体が燃えたとしても、骨や炭化した組織は残るため蒸発することはありえず、また放射線の影響を考慮しても、皮膚が炎症、ひどい時は海洋になることはあっても蒸発することはないためである。ありがとうございます。